ち技から寝技に入る。立ち技で相手の体勢を崩して素早く腕ひしぎ十字固めに入る。大内刈りで相手の体勢を崩して肩固めに入る。立ち技で勝負が決しない場合、積極的に流れるように寝技に入って相手を制する。大外巻き込みから袈裟固めに入る。小内刈りで相手の体勢を崩して横四方固めに入る。立ち技からの腕返し。相手が背負い投げに来た場合、それを崩して崩れ紙四方固めに制する。巴投げからの縦四方固め。寝技への連絡変化を十分に考え、巴投げに入る。相手の回転に密着して自分も回転し、馬乗りになり、そのまま素早く縦四方固めに入る。巴投げからの袈裟固め。横捨て身からの袈裟固め。カニバサミ。自分の体を床と平行に飛んで素早く相手の両足を両足で挟みながら体を強くひねり相手を倒す。対角線上に相手を崩していて、かかとで相手の肩甲を打つことを聞いて、二つ折りにしながら直角に引き込む。引き込み返し。帯を取って返し技に行く。引き込みは相手の攻撃を制しつつ、返し技と一体となって次の攻撃の手段として活用する。相手を引き込んで後ろ帯を取り、腕を抱えて横に返す。反対側に返す。
相手の体勢によって左右どちら側へも変化できる。横帯を取り足を効かせて返す。相手の後ろ帯を取り自ら回転して相手を制す。草刈り。引き込みの体勢から素早く相手の足首を握り、もう一方の足を草刈りに刈って相手の体勢を崩す。草刈りの一例である。前崩し返し。相手の前帯を取り素早く足を抱えて相手の体勢を崩す。腕ひしぎ膝固め返し。寝技への入り方、すなわち足の静止方を紹介しよう。相手を吊り上げて肩を決めて押さえる。相手の足を払って入る。足を払って入る。襟を持つ手を切って足を払って入る。
足を割り込んで入る。片膝を割り込んだ場合、相手の足を十字に取り、右手で奥襟を取り、左手で肩を決め、胸をつけて足を外す。膝で相手の自由を制しつつ、決め技は相手に応じて変化させる。相手の股の間に自分の膝を割り入れ、相手の太ももを制して抑え込みに入る。両足を担ぎ、相手の腕を膝で制し、相手の右手を取り、背中に回し、抑え込みに入る。相手が両足を担ごうとしたとき、自ら回転して逃げる。下から両襟を取り、前締めに締める。片足を担ぎ、相手の二の腕を膝で制しながら抑え込みに入る。相手の片足を制して密着しながらずり上がって抑え込みに入る。相手の両足を制して素早く回り込む。立ち技から寝技に移って一気に攻め込んで一呼吸入れるのがこの型を決めたこの状態であります。型を決めるということはこの後ろ帯を持って肘で相手の頭を制して、それから上から乗るんじゃなし、下からこう懸垂で擦り上げるように乗って、それからこの膝は相手の腰骨に当てて尻を引く、それから足をだらっと流しておると二重絡みされますから、足首だけは相手に挟ましておいて膝は抜いておく。こういう形でしばらく一呼吸入れて、それからいろんな抑え込み、あるいは逆締めに移れるわけです。この基本の形が型を決めたという状態であります。でもう一つの手の持ち方は、この型をこっちに回して、こういうふうな形でここで
呼吸入れてこれから攻める2つの決め方があるんです。どちらでも自分の得意な方で相手を決めて、これから抑え込みまたは逆とか締めに移るわけです。これが基本の姿勢です。抑え込みに入る直前の形がこういう形になります。まず型を決めて、相手にはめられても逃がさんように決めておいて、それから足を二重絡みにならんように膝だけまず抜いておく。こういうふうに足首だけ持たせておいて、それからいろんな抜き方があるんですが、横四方になるように抜く場合には内ももに原骨をあてがって押しながらこう膝で四方を抜く。それでこうして横四方に取ります。縦四方になるように抜く場合はまず腕を抱えます。これで跳ねられないようにこれ決めて、それから相手の上に乗るようにして、これで四方を抜くわけです。袈裟固めで相手を取る場合にはこういう形から膝を内側にひねり込んで、それでこの手を抱えるようにしてキュッて、こういうふうにして押さえ切ります。肩固めに決める場合にはこの肩を決めた手を持ち替えて首を抱えます。それでこういうふうに持って頭をくれくぐらして、こういうふうに肩固めに入る準備をして、それから足をこういうふうに抜きます。これで肩固めです。二重絡みの挟み方。二重絡みの外し方。体を一旦ずり下げ、挟まれた足を伸ばし、二重絡みの一つを外す。裸締めに取る。襟と帯とを持ってできるだけ相手の尻の方へ乗るように、馬に乗るように膝を足をかけて、こういうふうに相手を向こうへ突き出すようにして、それでこうやる。そうすると相手がのけぞりますから、こう刺しておいて、それで裸締めに行きます。この体勢で送り襟締めに取ることもできる。相手に馬乗りになる体勢からさまざまに亀を処理する方法がある。送り襟締めからの押さえ込み。送り襟締めからの縦四方固め。
後ろ三角固めに取る。横締めに取る。相手の相手を抱え込んで立ち上がらないようにして、それからこれを突っ込んでいきます。襟を持って今度はこの下襟を持って、それからこう前へ出ます。こうここで締め切る。地獄締めに取る。左手で相手の後ろ襟を、右手で後ろ帯を取り、左腕で相手の頭を引っ掛けて横転させる。相手の後方へ素早く飛んで相手を返す。両肘を取って相手をひっくり返す。膝を取って体重をかけて相手を返す。前締めに取る。横三角締めに取る。襟取り返し。まず相手の手首を手のげんこつをしっかり持って、相手の体を今度は肩を逆を取るように畳に引っ付けるようにして、ここで腕をこうやって手前にしゃくりながら、そのままここで腕ひしぎ、別の角度から見た腕ひしぎ、
腕絡みに制して抑え込みに入る。亀の姿勢に対する処理は様々な角度から研究されている。高専柔道においては相手に背中を見せることを極力嫌い、たとえ亀の姿勢に追い込まれても常に反撃を忘れなかった。相手の道着や帯を取り反撃の体勢に入る。柔道部生活によって築かれた高専柔道は、幾多の優れた寝技の技術を柔道界に残していった。輝かしい伝統を持つ高度な寝技の数々、それは青春をかけた学生柔道の凄まじい闘志とたゆまぬ研鑽の成果である。